はじめに主催者を代表いたしまして、国立情報学研究所所長、千鶴川勝よりご挨拶を申し上げます。本日は本当にお忙しい中、このサイネット6の開通式においでいただきまして、誠にありがとうございます。この式典はもちろんオンライン中継していただいておりまして、オンラインの向こう側でもエンジョイいただければと感じております。さて、私どもこのサイネット6、なんとか4月1日からオペレーションを開始することができました。ご案内のように半導体不足が非常に深刻な中で、従来とは全然違う移行フェーズを経験することとなった次第でございます。サイネットの一番大きな特徴は、何といっても安定的な運用ということとお考えいただければと思います。ちょっと歴史を振り返りますと、サイネット4というものを前所長坂内先生時代に作りました。これを見ていただくと分かりますように、原則北大、東北大、東大、そして名古屋、京都、阪大、九大というふうに大きな大学に高速回線を投じまして、その後がスタジオにいわゆる中小の国立大学に対して張っていくというような、そういう構図で設計されてきたわけでございます。最高速度が当時で40ギガぐらいでありまして、世界に比べると圧倒的にビハインドしておりました。それに比べまして、今度サイネット5というものを2016年、私が所長を来てからもう少しで公開したわけでございますけれども、サイネット4と大きな違いはですね、ダークファイバーというものを NTT 様からご提供いただくことができまして、全面100ギガということを実現することができました。これによりまして、トラフィックが多いところにだけ強い回線を用いるということではなく、裏日本や北海道も含めて、ありとあらゆるところに100ギガをする。つまり、交代回線を3.11 の時にこの回線は当然のことながら切れましたが、この一本の線の裏側を全部日本に、裏日本側に這わせるというようなことで、極めてレジリエントなシステムを作ることができたわけでございます。そして、東阪間で400ギガというものを実験いたしまして、当時はこの400をこの距離でというのは世界で初めての実験だったと記憶しております。さらに、このサイネット5で非常に重要なことは、熊本地震であろうが、西日本の豪雨であろうが、まあ、胆振にしましても、どんな災害が来ても、一切落ちなかったというところが、皆さんもご記憶されているかと存じます。実は、サイネット4の方に至るときにもですね、3.11 のときに、このサイネットは切れませんでした。ただ、それをイスタブリッシュするためには、北海道をリルートするっていうことで、そのリルーティングにものすごく大きな時間がかかっていたわけですが、これはもう20ミリ秒ぐらいであっという間にできます。当時、東北大学の先生方は何ておっしゃったかというと、すべてのものがなくなったけれども、サイネットだけが生きてたと。これが我々に勇気を与えてくれたと。そんなふうにおっしゃっていただいたわけです。このサイネット5に続きまして、実は今度はサイネット6というのが4月1日から動いております。そして見ていただきますと、400ギガということで、超高帯域をこれで実現することができたということになるわけです。また、ノード数がこのようにですね、だいぶ増えております。例えば、函館未来大学なんていうのは、昔はですね、ここまで引っ張らなきゃいけなかったもの、非常に便利になったと大喜びをしていただけているようなところもございます。では、このサイネット6っていうのは、先ほど言いましたサイネット5と線が太くだけになったんですかというふうに見えます。
ご存知のようにそのサイネット5は我が副所長である牛谷先生が頑張って作っていただきまして、そこでアーキテクチャ上はコンプリートしています。しかしながら今回はそのサイバーに強靭なものを作るということに着眼点を置きまして、いわゆる NFV で例えばこれは DDoS をあっという間に遮断する、あるいはこれはですね、フローがおかしいと、何かおかしいことが起こりましたというのが検知されますと、ある分析士にその対応する空間を、ミラーリング、ダイナミックミラーリングするような機能を入れまして、自然災害からもサイバーアタックからも強靭な、そういうサイネット6を作るというのが今回の非常に大きな進歩であります。国際回線に関しましても、サイネット4というのは実は、セルンに対して回線を持っておりませんでした。それに対しまして初めてサイネット5で10ギガ日本の線をヨーロッパに対して引きましたところ、これはもう高エネルギーの先生方にとってはですね、非常に拍手喝采でございまして、それじゃあということで実はロシア回線を100ギガにしたと。しかし一本ですと切れちゃいますので大西洋回線を作ったと、まあ、こんな構図になっております。サイネット6ではさらにそれを地政学的に検討いたしまして、台米200ギガですけれども、ここにございますようにグアム回線を設けるなど考えておりますが、このご時世になりますとこのロシアを通っているというのは非常に微妙な意味がございますもんですから、現在国際的なチームと連携することによってどの回線が切れても接続性を維持するというような、まあ、そういう仲間づくりをしているというふうにご理解いただければと思います。サイネットは非常に多くのアプリケーション、つまり先ほどのセルンやイーターに始まりまして、国内のクラウド、そして富岳を始めるスパコンというありとあらゆるものをこう接続するというような、まあ、多様なサービスの基盤となっておりまして、これはもうご説明する時間ございませんけれども、非常にサービスメニューを増やしてまいりました。そして何よりもご覧いただきますように、昔はですね、700にも至らなかった大学が現在ではもうあと少しで1000の大学がつながるというようなぐらい、もうなくてはならない存在になってきたというふうにご理解いただければありがたいと思います。で、こんな中でどんなぶっ飛んだことができるんですかと言った時の一つの例が、北海道から九州にある遠隔手術を実現するというようなことを実は日本外科学会さんと一緒にメドのご資金の中でやってたりしております。まあ、こんなことが実はできるのは日本だけでございまして、アメリカはですね、回線は引いてあるように見えますけれども実は QoS を担保できていないということがございまして、まあ、日本の強みをどんどん先に一歩進めることができるのではないかと思っております。私が来た時にですね、固定網もいいけどもういい加減にモバイルをやろうということで、ここで LTE の 4G のモバイルサイネットというものを作りましたが、これから 5G を含めるということで、ローカル 5G を使った、そしてそれをサイネット6で結んだような、こういう IoT デバイスに向けたモバイルサイネットを展開するということを考えている次第です。これをちょっと見ていただくと面白いんですけれども、これ今いろいろ社会的問題出ておりますが、ここまでが海ですが、ここの1センチぐらいのところっていうのが実は蜃気楼になっております。この蜃気楼を実は北見工大さんはですね、なんと蜃気楼が出るということを予報するということを物理現象で解明されました。この予報には実はキャリアさんの実は鉄塔の上にセンサーを置きましてですね、その温度差の逆転現象を利用しているんですけれども、そんな解析をするというようなことがこの IoT でできますようになってきました。これは LPWA を使いながら、さらにモバイルサイネットを飛ばし、そして固定網にもう果ての果てまでつながるような、そんなネットワークが次の夢を生んでいるということでございます。冒頭司会者の方からもご案内がありましたが、サイネット6の最大の大きな変化点というのは実はこのデータ基盤への接続というふうに感じております。ネットワークの中でデータが極めて自然な形で流通できる中、研究者が自分のデータを蓄えるデータ基盤というもののサービスを実は
このサイネット6に合わせて NIIO は作り始めていると。今日この上先生がおいでになられておりますけれども、我々理研と連携をしながら、スプリングエイトから発生される膨大なデータ、そのデータ基盤に対する実は学人 RDM という基盤ソフトウェアを連携するというようなことを行おうとしております。まあこの中では例えば電池がどういうふうにディケイしていってるかというようなリアルタイムの観測をするというようなこと、ここから生まれる巨大なデータを実はサイネット6を使って集約するというようなことを計画しています。このようにこのデータ基盤という発想自身は実は2017年から文部科学省にご支援をいただいておりまして、常に NII は2022年ですから 4,5 年先を見据えながら一歩一歩先を進めていきたいと考えている次第でございます。本日はご対応の中ご参集いただきまして重ねて御礼を申し上げます。私の挨拶とさせていただきたいと存じます。